私の名前は新井久美子。この美容室に就職したて。この人はカリスマ美容師のカリス真希さん。私の憧れの先輩です。あ、お客様かしら。いらっしゃいませ。中へどうぞ。違うの、ただ通りがかっただけ。来たね。どうぞ入って。なんで私が声かけた時は入ってくれなかったんだろう。私なんか臭かった。久しぶりじゃん、しょうこちゃん。ものすごく綺麗な子だな。まっすぐ艶やかな髪。今日はどうする？オッケー、金髪ショートね。冗談。あのよ、出ちゃってる。かわいい。何してんだ、新井。え、仕事しろ。はい、すみません。これ寝たふりしてるだけだった。え、どうよ、高校生活は。そうか、楽しいならよかった。あの一言で意思疎通を。あ、お客さんってどれくらいこの美容室通ってらっしゃるんですか。12の頃から。まさか私と話したくなかった。どう、いい感じ。そりゃよかった。なるほど。コミさん、おはよう。コミさん、おはようございます。おはよう、コミさん。あれ、髪切りました。私が気づかない。